お元気ですか？ラベンダーの岡田真理奈です。アンジュルムの佐々木理香子です。この番組はアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの最新情報、今知りたい話題や活動に接近していく番組です。新しい出会いを提供できるようにジャンルを問わずお届けしていきますので、どうぞ最後までお楽しみください。ということで今回の MC は私たち2人なのですが、はじめましての方もいらっしゃるかもしれませんので、まずはそれぞれの自己紹介と活動についてお話しさせていただきます。私岡田真理奈はラベンダーで活動中です。近頃はラベンダーだけでなく、私岡田真理奈とギターの宮沢マリンの岡マリン、そしてメンバーそれぞれソロでもライブ活動を行っています。はい、ということで、はい、まあ、私いつもね、こうアプカミさんでも話してるんだけど、はい、釣りが大好きで。釣り？そうなの。意外です。もう釣り歴15年ぐらいになるんだけど。そうなのよ。私今16歳なんですけど。そうだよ、1歳の時から釣りやってるの、私ずっと。まさかですね。そうそうそう、相変わらず釣りをやっている、はい、人間でございます。私佐々木理香子はアンジュルムで活動しています。現在は全国ツアーブラック&ホワイトで各地を回っているんですけれども、今のアンジュルムの魅力が全部詰まった内容になっているんじゃないかなと思います。そして12月13日にはブルーレイと DVD でマナーモード規則正しく美しく君だけじゃないさフレンズという作品も発売されます。最近の私はですね、炭酸水がとてつもなく好きなんですけれども、さっき岡田さんは釣り歴15年って言ってたじゃないですか、うんうんうん、私は炭酸水歴1年です。はい、最近ですね。そうですね、炭酸水デビューしたんだ。最近ハマり出したんですよ。お、炭酸が好きなので、じゃあちょっと後でゆっくり聞かせていただきます。はい。はい、という私たち2人ですが、はい、まあ、こうして一緒に番組をやるのは初めてですね。初めてです ね緊張してます。私本当に、はい、全然緊張が感じられないで。嬉しいです。本当、はい、喋れるので、ね、ちょっと今日いっぱい話して仲良くなれたらいいなと思うの で、ね、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、というわけでじゃあ番組をきっかけにお互いのことをいろいろしていきましょう。はい、それでは今回のアプカミスタートです。アプカミお届けするのはアンジュルムの映像です。今回は11月11日に中野サンプラザで行った公演からマナーモードをご覧いただきます。どうぞ。それでは本日初披露、12月13日に発売いたしますこちらの新曲を聴いていただきたいと思います。マナーモード。騒ぐ突進流れに乗って進む、私の真夜中を埋め尽くしてく。なぜだかボイスメッセージ言わずに来てしまう、大したことではないのないのただちょっとポケットの底、本音を隠す場所、なんですけども、マナーモードは珍しくなんか明るくポップな曲調なんですよ。メロディーもすごく楽しいし、曲も聴いてるとすごくなんかノリが心地よくて、なんかそういう曲、あ、とても久しぶりだなと思いましたね。でもね、このマナーモードっていうのは歌詞の中に
あの、の歌詞の中のストーリーで女の子がなんか何か言いたいこと言えないもどかしさとかちょっと言いづらいとかっていうような気持ちをマナーモードっていう言葉とかけてるんですよ実は。だからそういった意味では明るいだけじゃなく、なんか女の子のもどかしい気持ちとかなかなか口に出せないっていう、まあ私たちアンジュルムとは別の女の子だと思うんですけども、代表的だと思うんですけども、そういった女の子の気持ちを歌った曲でもあるので、まあ可愛らしさもありますしポップさもあります。だけどその中に見えるその女の子のなかなか言えない気持ちとか難しい感じっていうのを感じていただけたらいいなと思っております。この中野サンプラザ公演は、ブラック&ホワイトスペシャル風林火山というタイトルで特別編としてお届けしました。いやこの時はマナーモード初披露だったので、とてつもなく私はもう緊張してましたね。歌い出しっていうのが初めてだったので。あ、そうなんだ。そう、2回目かな、ちょっと1回目ちょっとあの初めてはちょっと持っちゃいましたけど2回目初めての方みたいなね、2回目ぐらいなのですごいドキドキしてましたね。なるほど。まあ、この他にも、風林火山っていうタイトルにちなんで風のダンス、林のダンス、火のダンス、山のダンスっていうあのタイトルになったダンスをしたんですけれども私は林で、どんな感じのダンス？あの S 字の、まあ、言葉で言うのは難しいんですけど、S 字の先がすごい尖ったかっこいいもの多分見ないとわからないんですけど、まあ、言葉では難しいんです。まあそういうなんか面白いダンスっていうコーナーもあったので他にもこうステージが上がったり雪が降ったりレーザーとの演出がすごかったり、はい、今回は本当に力を入れていただいて、とっても濃厚な時間だったなと思いました。はい、アンジュルムはマナーモード、規則正しく美しく、君だけじゃないさ、フレンズという3曲が入ったブルーレイ DVD を12月13日にリリースします。ぜひぜひチェックしてみてください。アプカミお届けするのはラベンダーの映像です。今回は11月5日に新宿レニーで行った公演からギラギラ伝説をご覧いただきます。どうぞ。Yeah.
この日はミニアルバムリスタートの発売記念イベントということで、まあ、あのライブとしても約3ヶ月ぶりそうなんですか、はい、にやったのですごい楽しみにしてたんですけど、はい、まあ、ギラギラ伝説も、はい、マナーモードと一緒でこの日初披露で、いやそうで田中さん作詞の、はい、こうヤンキーの曲だったんだけど、なんか私、うん、ラベンダーさんのこうやって映像を見て思ったことが一つあるんですけど、うん、お願いします。ビブラートがすごいもうとりあえずビブラートがすごくてうんうんうん、しかもギターもかっこいいしドラムもかっこいいし、うん、もう歌もかっこいい、もうかっこいい尽くしのライブだったんじゃないかなと思って。いやちょっと褒めすぎた。これが初披露ですかみたいな。いさっき緊張しましたかって聞いたんですけど、うん、だから緊張したって言って絶対嘘だって思ったんですよ、うん、こんなにも素晴らしい。いや初披露で緊張するけど、はい、ビブラートはね癖なんですよね。私はかっこいいですね、ビブラートの癖ですみたいな言ってみたい。良くないわこれ。言ってみたいですそう、田中さんもね、まあ、結構かけるからね、ビビラートね。すごい。いやちょっとこんな褒めていただいてありがとうございます。いやいやいやはい、まあ、私たちもねこう久しぶりのライブで、はい、たくさんファンの方からパワーをいただきました。ラベンダーの今後の活動はぜひオフィシャルサイトをご確認ください。アプカミ、お届けするのは相田翔子さんの映像です。今回は10月22日にコットンクラブで行われた公演から時刻表のない駅をご覧いただきます。どうぞ。
を走り行きたい。なるただけなの今なら見えるのに夜が時刻表のない駅は2013年にリリースされた This is my love に収録されている楽曲で、なんと作詞も作曲も相田翔子さんご本人だということです。すごいですね。いや透明感が本当にねすごい。翔子さんは本当にこうイベントでご一緒させていただいて、はい、まあ、会社でも本当すれ違う程度なんですけど、はい、もう本当にオーラがすごいんで、いや、はい、まあこうね、ドキドキしてしまうほどの素敵な先輩に、私たちも少しでも近づけるように日々努力したいです。アプカミ、お届けするのは吉川優さんの映像です。11月3日に渋谷タワーレコードで行われたリリース記念イベントからディストーションをご覧いただきます。どうぞ。
回リリースさせていただきますアカシックさんに作っていただいたディストーション、という新曲なんですけども、今回この新曲を作るにあたって事前に歌詞を書いてくださるアカシックのボーカルリヒさんという方と一緒にお互いの趣味釣りを通じて、なんか吉川優ってどんな子なのかなっていうのを知っていただいて出来上がった曲が今回このディストーション、訳すとねじれという、そんな曲になっております。もうそうですね、釣りはものすごく大雨の中大変だったんですけれども、とっても別れの歌ではあるんですけども、エモいそんな新曲になっております。レコーディングの時もひたすらエモくエモく、まあ、エモいって情熱とかそういうちょっと切なさもあり、そんなことをエモいというみたいなんですけども、吉川優なりのエモさ 100% で、歌わせていただきました。ディストーション、ぜひ皆さん聴いてください。このディストーションという曲は2018年1月17日にリリースするダブル A サイドシングルの中の一曲です。作詞はロックバンドアカシックのボーカルリヒさん、そして作曲がギターの奥脇達也さんです。はい、ということで、まあ、吉川さんもコメントでおっしゃってましたけど、はい、こうリヒさんとは、まあ、釣り仲間として、はい、ね、一緒に釣りに行きながらこう歌詞を書いたっていう、はい、あれこれも話し合ったみたいなんですけど、そうですね、うん、この話は吉川さんもからも直接聞いてて、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、もう大雨で大変だったみたいに言ってて、ただリヒさんはちょっと結構ガチな釣り人っていう風に噂を聞いて、うん、はい、私も結構もうオタッキーなぐらい本当に自分で釣り道具とか作っているぐらいなんで。作るんですか。そうなんですよ、すごい、ね、でリヒさんは結構ガチな釣り人だっていうのを吉川さんから聞いて、はい、ちょっと今後友達になりたいなと思ってる人なんですよ。いけるんじゃないですか。ちょっとこれをきっかけにぜひリヒさん友達になりましょう、はい。はい、まあ、ということでね、本当にこう歌詞もちょっと今度じっくり読みたいですね。はい、はい、2018年1月17日リリースの吉川優さんのダブル A サイドシングルはディストーション、そしてときめいたのにスルーの2曲です。今後も全国各地でリリース記念イベントが行われます。詳しい日程は吉川優さんのオフィシャルサイトをご覧ください。アプカミ、お届けするのはジュースジュースの映像です。今回は11月11日に大分ドラム B0 で行われた公演からこちらの映像をご覧いただきます。どうぞ。終わらない東京大中心街、夢の世界は今日も叫び続けてる。ロンリーライフミスティーライフ、壊れる前に本当の気持ちを教えて。というなのお守りを心にぶら下げて、一つずつね、自分たちを入れ隠しよう。大切なのは経過じゃなくて、一人一人の刻まれしょう。辛くてだって構わない、うつむかないで顔を上げていけ。始めよう東京、行くとした奴がバカを見るのか、大人の答えはいつの日も曖昧。初恋なんて書いていたのはないと言うけど、経験しなきゃわからないこともある。マニュアル通り生きてるだけじゃ、ビルの中埋もれてしまう。
ージつなぐ会が君の頬を伝う涙目を見て夢は見てる君の心の瞳は無数にもっと拾われたっていいよもっと妬まれたっていいよ孤独の極地に行ってみよう広がる太陽ゴーゴーゴーお気に召すまま隠すフォーエバー侍じゃよフィーバー自由を求めて強くなるんだいざとウェアメンバー胸張っていてオーナー不自由に触れて強くなるんだ潰されない今で忘れない奴らが何を分かるかってんだ潰されて今で忘れない信じたことだけ忘れるんだ「あったけれど天気はすぐに変わるよ」「水立つやつ言うてやるんだ」「今日も明日も晴れりゃたよ」「もうすぐにこう羨ましかってんだよ」「きっと怯えてるのだろう」「手の裏役に立ってるなら」「頼らず太陽照らすよ」君の行き先輝いてチャレンジャー探し the young fever 人はもう飲んだら強がってこよう紛らって don't give up All my dreams remember 背伸びでいいから強がってこよう老いた公演終わりました。はい、今日の老いた公演でライブ新曲東京グライダーを初披露させていただきました。東京グライダーについて説明をお願いします。はい、はい、この東京グライダーという楽曲はですね本当にもう振り付けも今までのジュースジュースの中でも大きめの振り付けになっていて、うんうん、かなりねこうグライダーみたいな飛ぶところがあったりとかあとジュースジュースの J をもじった振り付けがあったりとか一緒に真似できるとこももちろんあり、そしてかっこいい楽曲になってるのでこうノリもすごいかっこいいしブルージーな部分があったりとかもするのでそういうところも一緒に踊ったり一緒に歌ったりしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、そしてもう一曲ライブ新曲としてネバーネバーサレンダーという新曲も歌っております。はい、はいはいはい、この楽曲はどうですか。はい、この楽曲はですねすごく歌詞も力強くてなんかエネルギッシュなんですけどなんか後半にね、うん、みんなでこうネバーサレンダーってすごいみんなで歌うところがあってそこでねフェイクさせてもらってるのでねぜひこれからももっともっと上手にできるように頑張るので皆さんチェックしてください。ください。武道館公演でもこの2曲は歌いますので、はい、ぜひぜひこの映像を見て覚えてきていただけたらなと思います。武道館公演みんなで頑張りたいと思います。以上ジュースでした。ということで東京グライダーとネバーネバーサレンダーのライブ新曲2曲をご覧いただきました。いやネバーネバーサレンダーは耳に残りますね。ねー、すごいいい曲。もうこれ見た後よし歌ってました自然と、ね、出てきちゃうよね。でもねそれくらいやっぱ耳に残るし中毒性がある。東京グライダーはこう、うん、ねこういう大きな振りがあるって言ってましたけれども、うん、この2曲は11月20日月曜日の日本武道館公演でも、絶対に盛り上がりそうな楽曲になっているので、このアプカミをですね見ながら予習していただいて当日は会場に集まった全員で一つになって盛り上がってほしいなと思います。続いてお届けするコーナーアップカミミュージックデリバリー。それでは本日配信スタートした注目の楽曲をご紹介しましょう。まずはこちらの映像をご覧ください。好きだけじゃダメかな、あなたのそばにいるだけでよかった。
明日知らない風に吹かれては、A メロすごくなんか甘い感じで入るんですけれども、でもサビになるとちょっとこう力強い決心みたいなのも歌っているので、誰かの背中を合わせたらいいなと思っております。私矢島まゆみの新曲明日知らない風に吹かれて、これから飛び乗ってく未来が、配信になりました。皆さんたくさんたくさん聴いて、そしてもっと広めてもらえたら嬉しく思います。よろしくお願いします。というわけで矢島まゆみさんの明日知らない風に吹かれて、そしてこれから飛び乗ってく未来、2曲のスタジオ音源が配信になりました。はい、超綺麗だったね。めちゃくちゃ綺麗でした。ね、この曲はコットンクラブで行われた、ソロ公演で披露された楽曲なんですけど、はい、私は矢島さんのソロライブで、はい、コーラスとしてずっと全部出させていただいてて、そうだからこの曲もこう先に聴けたんだけど、はい、すごい本当にいい曲で、両方ともね、歌詞も全部読ませてもらって、はい、こうなんかこう矢島さんにぴったりというか、なんかまあ矢島さんご自身もおっしゃってたけど、これからこうソロでスタートしていく、はい、こう未来に向けての歌詞がすごい書いてあったので、ね、素敵な曲だなと、ね、思いました、はい、矢島まゆみさんキュート解散後初めての音源は明日知らない風に吹かれて、そしてこれから飛び乗っていく未来の2曲です。 iTunes やレコチョクなどで配信中です。ぜひダウンロードして聴いてみてください。アプカミミュージックデリバリー、このコーナーでは今後も素敵な音楽をデリバリーしていきます。どうぞお楽しみに。お届けするのは特別企画です。今年2017年に結成20周年を迎えたモーニング娘。グループの活動の歴史や在籍時代の思い出、忘れられない瞬間を歴代メンバーが語っていきます。今回はモーニング娘。の6期メンバー田中玲奈さんのインタビューをご覧いただきます。どうぞ。
ごい興味が湧いたのは、そのやっぱり後藤さんが入るってなった時に、なんかまあめっちゃ話題になったじゃないですか、なんか金髪の13歳でしたけど入るぞみたいな感じになって、で当時レナも金髪でそういうタイプだったので、なんか同じような人入ったよみたいな言われて、で見て、あ、可愛いってなったのを覚えていて、すごくハマったのはラブマシーンの次なんですよ、恋のダンスサイト、後藤さんが入った多分2曲目の曲なんですけど、そっからもう完全にもう後藤さんの大ファンになって、もうグッズとかカードとかもめっちゃ集めるようになってっていう感じでしたね。最初はレナがなんではいいなって思ったかっていうと、福岡にライブでモーニングセンが来た時に初めて見に行ったんですよ。でめっちゃ遠くて、もう米粒ぐらいのモーニングセンしか見えなかったんですけど、その時ちょっとなんか歌収録とか来てて、で大好きな後藤さんの多分プッチモニかソロ曲が出た頃かどっちか忘れたんですけど、だけどライブで2回歌ったんですよ。でね、後藤さんが出てきた瞬間めっちゃ覚えてるんですけど、ポーンって飛び出してきた瞬間にめっちゃ涙出てきて泣いたんですよ。えーみたいな、本物が動きようあそこにみたいな。でその日もう覚えとうことをなんか知らんけど、普段日記とか書かんのに日記に書いて、でその、 自分のアメブロに出したんですけど、自分も次はなんかその出る側見る側じゃなくてあっちに立つぞイエイみたいな感じに書いてた、確か1年後とかに加入してて、なんかそれを見るとなんかレナってすごいって思いました。自分が言ったことがなんかそうやってね、実現、夢が叶って、なんかすごいなってその時しみじなんかしみじゃないしみじみ思ってブログに書いた思い出があります。応募したのはテレビで見て、ママと一緒に決めたんですけど、やってみるみたいな感じ でモーニング娘。になりたいねやろうとかじゃなくて、後藤真希に会えるかもみたいなそんなノリでやろうってやったんですけど、最初は俺のロッキーメンバーなんですって入ったんですけど、5期メンバーの時にそれを思いついて受けようとなったんですけど、その時のなんか年齢資格みたいなやつが中学校1年生から で小6だったんで、1個足りんねみたいな、まあでもよくないみたいな、別に受かるわけないしみたいな感じで、とりあえず最後の方まで行けば会えるかもしれんやみたいな、で会えんでもテレビ出れるしなんか頑張ろうみたいな感じで、そういう軽い感じで出したら、そう書類受かって、やばってなって、書類受かったってなって、まさかなんか書類も通ると思ってなかったんで、で急遽その年齢とか言わなきゃいけないっていうのをなんとなく思って、まあ、とりあえずなんかそこら辺さらっと喋って、なんで受けたんですかとか言っかけて、まあ、後藤さん大好きなことを普通にアピールしたんですけど、でなんか緊張するとめっちゃ暗くなるタイプだったんで、声とか顔もで、なんかもうそれだけはちょっと明るく頑張ろうみたいな感じでやってたら、まあ、それも受かって、で次がその時は福岡の会場だったんですけど、次は東京だったんですよ。で東京に行くの夢だったんですよ。福岡の人からすると東京ってマジで夢の国なんですよね、もう本当に。でまあ受けた時に結構可愛い子とか周りにいて、やばみたいな、めっちゃ可愛いやん、やっぱりすごいなって思いながら東京を満喫して帰ったんですよ。でそしたらめっちゃ覚えてて、その時クレヨンしんちゃん見てた時に、でとんかつ食べてたんですよ家でそしたら電話かかってきて、ママにね、電話かかってきたよって変わって、はい、出てたらそのモーニング娘。のオーディションのものですみたいな、たら審査合格しましたみたいな、言葉を失ってるのと思って、やばで今でも覚えてるんですよ、クレヨンしんちゃんの声がすごい鳴り響いててやばい、でもちょっとテレビ消してみたいな、テレビ消してで合宿受かりましたってなって、あ、はいみたいな、受かりましたお願いしますテンションで切って、ねやばいって言って、受かったんちけどやばいやばいみたいな、歳どうしようみたいな言って、で持ち物の中に保険証を持ってこいみたいなあったんですよ。うわ来たと思って、どうしようと思って、で集合場所がその合宿の前の東京駅みたいな、東京駅で集合してみんなで行くよみたいな感じだったんで、東京駅だったんですよ。でまあ荷物全部用意して、もちろんもう保険証とか持っていかなかったんですで忘れたって言おうみたいな、あとあとすいませんって言えばよくないみたいな、もうほんと軽い感じしか考えてなかったんで、で行って集合場所行って、みんないるんですよ。だけどその時本当に一回会ってるんですよね、みんな5期メンバー。
何人かちょっとヤンキーっぽい子がいて、やばい、いや仲間だと思って、同じキャラ濃いなとか、なんかダメかもなと思いながら見てたら、大人の人に呼ばれて、あの親と一緒にで、小学校6年生ですかみたいな、いきなり言われた時に、そういきなり言われるもんやけど、ちょっとこっちも用意してなかったんで、えっとなって、あ、ん、誰に聞いたんですかみたいな。そしたらなんか電話かかってきてましたみたいな、なんか田中麗奈さんは小6なのになんで受けてるんですかみたいな。でそれがなんでバレたかっていうと、なんか若干テレビに映っちゃって、何人か残ってますババババババの中に一人麗奈がこうポッて映ったのを電話してきたっぽくて、で今回はなんかもう、あのやっぱ年齢が達してないので審査これ以上できませんみたいな、で辞退するっていう形でいいですかみたいなこと言われて、いいですかって言われても嫌だとか言えないじゃないですか。でもはいみたいな、ああみたいな。でもその時はやっぱちょっと落ち込みましたね。なんかもう、なんで落ち込んだかっていうと、もうちょっとでモーニング娘。も入れたかもしれんのにじゃなくて、合宿行ってテレビ映れたのにみたいな方だったんですよ。まだ、まあ、自分が絶対受かると思ってなかったんで。で次ロッキーのが1年ちょっとした後に始まって、でその時まあ受けるみたいな感じになってたんですけど、でも多分もう会社の人に嫌われてそうやけん、ちょっとやめんみたいな、年齢ごまかして受けたら絶対覚えとうやろみんなみたいな。でも一回出してみて1時で落ちたとしたら、それも嫌われておけん、落ちたって思えばいいやんって。で受かったら、まあ普通にさ頑張るって形で一回出してみようやって、ママがちょっとこう後押しなんだ、背中押してくれて、で出したんですよね、ロッキーに。やっぱりこう、まあ、これはレナの好みなのかもしれないんですけど、小6とかって子供と大人の中間地点の可愛さを持ってるじゃないですか。この期間ってめっちゃ短いんですよ。でちょうどその時期に5期受けてるから、レナはそのツンクさんとかの目に入ったと思ってて、もう6期の受ける頃にはマジブスなんですよレナ。なんて言うんですよ、なんかもう大人になっちゃって髪の毛も黒いし、なんか普通になんかもう普通の中学生みたいな、面白くない中学生になってたんですよ。ちょっと現実を知りました。うん、自分ってブスかみたいな感じで現実を知って、でどんどん受かっていくけん、なんでこんな通りようとみたいな、もう通る意味が分かんなかったですね、ずっと。でもなんかこうやっぱりプライドがあるから、テレビに映るってことは友達がみんな知ってるってことじゃないですか、受けたことを。友達に落ちたこいつって思われたくないっていう気持ちがすごい強かったんですよ、一番がそれだから。落ちたくないみたいなあって、さすがにでも合宿行った時はもう3人しかいなかったんで、6期の合宿って、でめっちゃもうずっとね、毎日一緒にいるから、2人とどっちか、2人が自分がもし落ちるとしたらどっちか2人が入ってでのテレビで見ると、すごいなんかショックなんじゃないかなと思った時に、やっぱりここまで来たら受かりたいなって思えたのは合宿からですね。やっぱり合宿の最後の方、最初はなんかご飯とかめっちゃ美味しくてでもずっと胃が痛くて、なんかもうお泊まりとかも嫌いなんですよね、家で寝たい人だから。とりあえず胃が痛いの思い出しかなくて、で合宿も13歳だったレイナは、菅井先生と夏先生がもう怖すぎて仕方なくて、めっちゃ怒るんですよ。なんかもうちょっとお腹痛いって、本当お腹が痛かったんで胃が痛いし、なんで痛いのみたいな、なんでって言われてもお腹に聞いてくださいみたいな、なんかもう分かんなくて、でそれでレイナも泣きそうだったんですよ、あれ。でも泣くの嫌やけどカメラあるし、強がってたらなんか逆に菅井先生が泣いちゃって、でそこをカメラが面白おかしく使うもんやけん、レイナが泣かせたみたいになるんですよ、菅井先生を。うわー、これ CM の作り方うまいなって思ったの覚えてます、その時、うん、はい。すぐ呼ばれてすぐ言われたわけじゃなくて、なんか長時間めっちゃ待たされたんですよ。なんか真っ白い会議室みたいな、真っ白じゃなかったかもしれないけど、絵のイメージで、カメラが1台本当にこんなカメラですよ、ポンと置いてあってずっと撮られてるんですよ。で、ね、カメラに撮られるってこともやっぱり当時ストレスだったんでずっと見られようと思ってたけど、誰かにで3人こう並べられて、でやっと入ってきたんですよ。で入ってきた時はさすがに緊張してピッてなって、うわこれ今決まる時だと思って、で今回は3人とも合格しましたって思った時に、マジかよ本当にこれです、このテンションイエーイとかじゃないんですよ、マジかよ本当、この沈黙でずっと、まあ、そこも映ったんですけど、なんで喜ばなかったのってめっちゃいろんな人に言われたんで。でもなんかその時多分すごい嬉しかったかって言われると、すごい嬉しかったわけじゃないんですよ。
なんかやっぱり地元が遠いんで、福岡なんで、その友達と離れないかんっていうのもあるし、パパも置いていかないかんっていうのがあって、一番はパパの、やっぱパパのこと思ったのかな、けパパでその後に、うわ受かったのか、やばどうしようみたいな、でも自慢しようみたいな、レナの中学校にみたいな、そんぐらいだったんで、まだね多分実感がなかったんですよ、その時もって感じでした。出だしはやったねみたいな感じのノリで、やっぱ一番初めにセンターって言われても横の人の気持ちが分かんないから。ご覧いただいたのはモーニング娘。20周年企画の映像でした。モーニング娘。の6期メンバー田中麗奈さん、いやー田中さんすごいね、田中さんすごかったですね、セキララでしたね、本当にあそこまで話するのすごいなと思いましたし、ね、まあ、私もオーディションで、私もあのモーニング娘。さんの11期メンバーのオーディションを受けて、まあその時落ちたんですけど、今こうやってアンジュルムとして活動できているので、うん、いや本当にオーディションの時は、うん、もう緊張どころじゃなかったです。うん、こうもう大げさに言うと心臓が口から出ます本当にそれくらい緊張しなさそうだよね。緊張するんです。緊張するとどうなるの？え、どうなる？私はもうなんかあ、スンとしちゃうんだ。こんな感じです。はい。あー、そうなんだ。 それか私泣きそうになるんです、うん、そうそう、緊張感に耐えれなくて、本当にオーディションはそれくらい緊張しましたね。そっか、はいはい、アプカミオリジナルでお届けするモーニング娘。の20周年特別企画、今後もさまざまな歴代メンバーに登場していただきます。どうぞお楽しみに。ここからは番組が気になった商品をご紹介するコーナーです。今回アプカミで取り上げるのはこちらです。ヤクモッチーモナカ。まずは商品についてご説明させていただきます。ネーミングも気になるこのヤクモッチーモナカ。ヤクモッチーモナカとは、粒あんと生クリームを使った新感覚のモナカなんです。北海道の南部渡島半島に位置し、日本で唯一太平洋と日本海の両方に面する町、八雲町。この八雲町で昭和44年の創業以来、地元素材にこだわった和菓子、洋菓子を作り続ける倉谷賢さんのオリジナル商品となります。自家製の粒あんと生クリームを八雲産のもち米風の子餅を 100% 使って作った香ばしいもなかの皮で包まれています。皮のサクサク食感に粒あんのしっかりとした甘み、そして生クリームの滑らかさ、伝統的な美味しさはもちろん残しながらも、他では味わえない新しいタイプのもなかに仕上がっています。ということで、こちらに現物がございます。はい、じゃあ早速開けてみましょう。はい、じゃーん。おー、かわいいね。甘いもの好き、リカ子ちゃん。私大好きです。うわー、私ものあんこも生クリームも大好きです。じゃあ早速いただきましょうか。はい、よし、じゃあ食べよう。私もこっちかな。お、なんか冷たい。ヤクモッチ、これはね、生クリームが使われてるために、こう商品は冷凍便で発送されるんですって。あ、そうなんですね。だから自分でこう好きな硬さ、はい、こうお好みの溶け具合に解凍して、はい、こうひんやりとろっとした美味しさで食べるということで。食べていいですかね。じゃあ食べちゃおうか。はい、いただきます。よ、うん、うんうん、可愛いね。すごい。さあ、いただきます。いただきます。うん、ヤクモッチですねいや、どういうこと？おいしい。めちゃくちゃおいしいんですけれども、うん、生クリームが入ってるもなかって確かにないね、今まで。私食べたことないかも。すっごい美味しいですね。私結構ね、何百のもなか食べてるよ。最高です。粒あんっていいですよね、また。うん、粒あんがいいです。うんうん、まあ、これさ、凍ってる時とかも食べたらアイスみたいな。そうだよね。絶対美味しい。家族とかも甘いもの好き？もう大好きですね。あ、本当？はい、じゃあちょっとこれを持って帰ってもらって。本当ですか？ありがとうございます食べましょう、みんなでねはい、この商品は通販サイト E ラインナップモールの、3直お取り合わせ日本セレクトのページでご購入いただきます。ちなみに
現在 E ラインナップモールでは、1周年を記念したポイントアップキャンペーンも実施しています。お会計の際にハロープロジェクトカードアップフロントインターナショナルカードでお支払いいただくとポイントが5倍になっちゃうんです。キャンペーンは年内いっぱい行っています。この機会にぜひご利用ください。今後も番組が気になった商品をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。アプカミ、お送りしてきましたアプカミ、残念ながらお別れのお時間です。はい、今回2人だけでね、ちょっと MC やってみましたけれども、いやー、私岡田さんの、笑い声がすごく好きです。あ、本当に、なんだろう、甲高い声がすごい高いでしょ。なんかすごく、なんか岡田さんが笑うと私も笑っちゃう、つられちゃう、つられる笑い声をしてて、あとはこう何かを言う時の、なんかイケボ感っていうんですか、綺麗な声がすごい、嬉しい嬉しい、ありがとう。なんかね、りかこちゃんね、思ってたキャラと全然違って、本当ですか。そう、私結構クールな子かなと思ってたの。言われますよ、そう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 、見た目的にはクールじゃん。はい、でもなんか、ね、全然違くていいね、最高。 ありがとうございます。楽しかった、今日よかった、ね、炭酸水の話で聞くの忘れてたなと思って。はい、炭酸水、はい、こう炭酸水何してんの。炭酸水はただ飲んでます、ただそんな広がる話でもないんだ。そうですね、あの、夜とかにお腹空いたって時にやっぱ炭酸飲めばお腹溜まるじゃないですか。あ、なるほどね、なるほどね。だから炭酸水をガブ飲みですね。ありがとう。はい、はい、ということで、そろそろ本当にお別れのお時間です。番組へのメッセージはこちらから。今回のアプカミ、お相手はラベンダーの岡田真里奈とアンジュルムの佐々木理香子でした。さようなら。